今年で103回目となる全国高校ラグビー大会、福岡県大会決勝がこのあと正午から博多の森陸上競技場で行われます。今年は24年連続34回目の優勝を狙う東福岡と、3年前の記念大会以来7回目の花園出場を目指す筑紫が2年連続で対戦。東福岡は3月の全国大会で準優勝するなど、今年も力のあるメンバーが揃っています。一方、県立校の筑紫は伝統を重んじた気迫あふれる魂のラグビーで王者東福岡に挑みます。花園への切符をつかむのは、決勝の模様は今日午後4時から RKB テレビで放送します。